よろしく。どっちがデキムになる子？お酒好き？あれ、私のお酒全部あなたにあげるから。私ようやく最低者終わってホッとしてるの。全然向いてなくてさ、情報部に行くことになったんだけど、お酒はそっちで全部用意するから遠慮はしなくていいからね。あ、それとさ、やっぱり現世のお酒は濃くていいわね。ねえ、なんでノーナはそんなにデキムに気をかけるの？せーの、乾杯。ノーナが情報部の方が向いてるって言うからデキムに譲ったのに、あんたのせいでしょ。ああ、驚いた。まさかこんな特技があったとはね。私の酒を背負ってカウンターに立ってるだけはあるわ。グーよ。怪しい。男子には興味示さないのに田中先生には反応するし。確かにありえないし。大きい犬を飼うのが夢だって知った上司が押し付けてきたんだと。レン、レン、調子悪そうだな。今日はこのくらいにするか。まあでも助かったよ。うちの人間は誰も犬の扱いがわからなかったから。バルさんどうだった？よかった。待ってよ、お願い。私が姉さんよ。姉さんを捨てないで。待って、ちゃんと私は姉さんだったでしょ。挽回させてよ。わかった、殺してくるわ。しくじった、しくじった。私だけは今までしくじったことなかったのに、この家族ごっこ。無駄よ、切れやしない。私の糸束はね、柔らかいけど硬いのよ。まず妖怪液が邪魔な服を溶かす。それからあんたの番よ。すぐドロドロになって私の食事になる。聞かなかったことにするわ。私、あんな刀を。そうか、体が小さくて腕力がないから首を切れないんだわ。これなら勝てる。冗談じゃないわよ。顔を切られただけで済んだのはまだマシだった。首は切られていない。